なので報酬なんていうのはね、もちろん欲しいと思うしどうこうですけど、この仕事を選ぶときには2番目の要素でしかありません。お金が稼げるんだけれども、何よりもの価値があるのは本当にエキサイティングです。人生が楽しくて楽しくて仕方ないです。だからアプローチの仕方を間違わないでほしいんですね。稼げるスキルと思ってアプローチするとやりがいが持たないですね。なぜなら稼げないからです。初期の頃稼げるスキルに挑戦してるはずなのに稼げない時期が3年続くからですね。耐えきれないでしょ。そうじゃなく、人生最後の最後までエキサイティングに生きれるスキルなんです。これは僕はそうシフトしてほしい。実際ダイレクトセミナーでもしかしたらお会いしたことがある方いるかもしれないですけど、86歳か何歳かでウェブセールスコピーの動画に出会って、これでもう一花咲かせられるって来て参加された方、中島さんっていう方がいらっしゃいます。僕はね、その方見たらもう涙出そうになるというか、もう多少出てましたけど、尊敬以外のものはない。これが日本人の美しさだと思いました。なんや今の日本人だと思いましたね。これが戦後を生き残ってきた人たちの価値観なんやと思いましたね。最後まで世の中の役に立って死にたい、死に花を咲かせれるスキルに出会えたんだっていうことをおっしゃった時に、僕はもう申し訳なさでいっぱいというか、もう一度襟を正して僕はこのスキルをどういうふうに捉えてやるべきかなのかっていうことを正されました。だから僕は金稼ぎ系アプローチした方が目先の金が稼げることも知ってます。ただそれも僕の魂が必要としてないし許さないので、僕はこの世界、僕の周りでこの世界に踏み入れるんだったら、一生エキサイティングな仕事でき、一生社会に対して価値が提供し続けて、俺の人生は面白かったって死ねるっていうスキルだと思って取り組んでほしいと思います。だから死ぬまで全力尽くして、ちなみに最後に旅行が趣味になって楽しんで生きてもいいですよ、全然いいと思います。ただある人の死が壮絶で、定年退職したらやりたいことがいっぱいあって、あれもこれもやりたいと思って65歳をめがけて、退職金もこれぐらいもらえる、貯金もいっぱいしてきた、定年退職間際で余命半年の宣告された方は壮絶に悲しかったですよ。俺の人生何やったんやの一言で全部終わります。やりたい、いいとこ悪いとこじゃない、いいとこ悪いとこじゃないけれども、結局人は今全力を尽くせることが最高で、老後ゆっくりしたい、悪いわけじゃないですよ、いいとこ悪いとこじゃないんだけれども、老後ゆっくりしたいっていうこと、それも素晴らしいと思うし、それは努力の報酬ですので、全然いいとこ悪いとこではないんだけれども、やっぱり最後の最後まで燃え切れた方が人生楽しいので、それができる唯一のスキルだと僕は思ってるんですね。ビジネスっていうのは、それ経営者起業家もそうですよ。だからっていうのは、起業家じゃない状態から一生できる仕事っていうのは絶対に僕はセールスライター、だから本当に価値がある仕事だと思います。